うららかな春、その上国会が一段落とあって3月29日は国会ものんびりムード。この日大平首相は防衛庁グランドで行われたソフトボール大会に顔を見せました。首相がボールを握るのは20年ぶりのこと。それでも始球式では見事なストライク。試合では指名打者として登場。最初の打席では足元にバットを叩きつけての三球三振。それでも上機嫌。2打席目はちょこんと当てて内野安打。とは言っても代わりに走ったのは秘書官でした。打率6割6分と大活躍の大平首相。内閣支持率もこうであってほしいものです。